お疲れ様です。電力会社からハガキが来ました。どんな内容かというと電気代をお返ししますっていう内容なんですよね金額もね3万を超える金額なんでちょっとしたもんですよこのように書かれています「電気料金の誤返金について」当社は電気料金メニューに関するホームページ等の一部記載について2022年4月から2023年1月12日までの間 お客様に誤解を与えかねない表示を行っていたことを踏まえ、当該当機関にホームページ等を見てご契約をいただいたお客様へ、電気料金の一部を返金させていただくこととしました。当社は本事案を重く受け止めるとともに、お客様をはじめ関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。本事案を受け、お客様への表示に関する社内、A、規定の見直し等は既に実施しており、 今後も社員に対する研修のさらなる充実等により同様の事案を発生させることのないように努めてまいりますということですねはいえで算定した金額は合計で17万2557円だったんですけども本来の価格が14万飛んで何がしということだったんで、ね、その差額が返金されるということで今手続きをしましたねうんまあこういったハガキが届くんですけども 近年、行政や企業を装った特殊詐欺が増加しています。最近では、能登半島地震に便乗して、公的機関や災害支援団体等を装い、現金の募集を名目に、現金や電子マネー等を騙し取る手口も増えているということでね。物騒ですね。あ、今メールが来ました。えー、電力会社から、返金申請を受け,受け付けましたということですね。はい。じゃあ、近いうちに入金があるのかもしれないですね。ありがとうございます。 皆さんも、こういうハガキ、本当にね、本物から来てるのか、それとも、そうじゃないまがいも物なのか、よくよく確認して、場合によっては、これはね、電力会社のものですから、契約してる電力会社に、このハガキではなくて、別のところから取得した番号で電話をしてみるといいと思います。で、こういうハガキからね、 えー、届いている電話番号はもしかしたらねこれが詐欺はがきだった場合はここにも詐欺の電話番号が書いてあるに違いないんでここから情報を取らない方がいいような気がしますえそれでではは本日は以上です。